さあ、そして今日の話題なんですけども、はい、こちらでございます、はい、2023年夏、はい、キーワード、うん、4年ぶりの〇〇。4年ぶりで、この夏の天気傾向は、はい、全国夏祭り人気ランキングに福島県の あの祭りがランクインされました。ちょっとこちら見ていただきたいんですけども、はい、近畿日本ツーリスト、などがですね、はい、クラブツーリズムなどが調べました、うん、こちらなんですが、夏祭り人気ランキングね、1位が青森のねぶたなんです。あ、2位が秋田の竿燈、はい、3位が京都祇園、はい、4位が越中おわら風の盆、うんうんうん、もう名だたる ね夏祭りが並んでおりますけども、はい、仙台七夕よりも山形花笠よりも阿波踊りもよりも上のランキングに福島県のあの祭典がランクインしてま す。さあ、何だと思いますか。皆さん大体わかるかな。こちらでございます。そう、相馬野馬追なんですよ。なるほど。このお祭り祭典がですね、はい、なんと全国6位になりました。すごいですね。で、注目なのは去年11位だったんです。ランクアップ躍進してるっていうことで、これもしかしたら、まあ、事務局の方々のですね、はい、あの情報発信だとか広報だとか、そういうものが効いてきてるんじゃないかなというふうに思います。ということで全国6位が相馬野馬追ということになりました。本当その時代みたいですもんね。ね、時代絵巻ですよ。すごい。で、やっぱりね、はい、野馬追期間、うん、ホテル、あの西山の南相馬店に聞いたんですけれども、はい、野馬追期間は今年すごい予約入ってる。ほぼ満室。外国の方の予約も入り出した、すごい。だからインバウンドのいい部分がですね、あの相馬、南相馬にも来てる、戻ってきてるんですね。戻ってきてる。夏休み期間も、はい、やっぱりね、イベントが復活してるんで、はい、夢ハットでライブとか恐竜のイベント、うん、それから北泉の海水浴場のサマーフェストとかーサーフィンの大会で予約が8割埋まってる。じゃあもう野馬追と合わせていろんなものを楽しめる、ね、なんか嬉しいですよね、はい、だん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 戻ってきてる、うん、で、キーワードはこちらでございます、はい、この夏のイベントのキーワード、4年ぶりの通常開催。はい、数多くの4年ぶりの通常開催があるんですが、はい、そのうちのいくつかを紹介したいと思います、はい、VTR こちらご覧ください。いわきの方、これ楽しみにしてる。, 笑顔がいいですね。笑顔がいい。ドンワッスですよ。去年はね、ドンワッスで掛け声できなかった、はい、コロナ禍 で今年は復活、うん、去年が2000人規模だったんだけど、はい、今年7000人規模。気合入ってるでしょうね。気合入ってます。すごい。そして気合が入ってるといえばこちらでございます、はい、富岡のですね、葉山の火祭り、2018年8年ぶりに復活しましたけども、こちらも4年ぶりに復活が決定いたしました。迫力がすごそう。迫力すごくってね、これあの五穀豊穣や無病息災を祈るんですが、重さ40キロの松明ですからね。それで標高230メートルの葉山を登るって、これね、出てる方は大変だと思うんですけどね、はい、汗がすごい、汗がすごい熱い、これも戻ってまいります、はい、そしてこちらも楽しみにされてる方多いんじゃないでしょうか。こちらでございます。わー、すごい。坂東川の花火大会。あ、これまた見応えありますね。4年ぶりの通常開催ですよ、はい、で、まあね、この3年はあの中止になってしまったり、規模が縮小されてしまったりしたわけなんですが、はい、新型コロナ前と同じ1万発の花火、10万人の人出を見込む。いい夏の思い出作れそうですね。そう、ちょうどね、8月25日で夏の終わりなんですよ、はい、そこでこの花火ってね、結構思い出作りされてる方いるのかもしれませんね。さあ、 HIS の国内の旅行データなんですが、はい、旅行もね、復活してます、はい、なんと 106.8% で、すごい。これコロナ前2019年と同じ水準に戻りました。すごい。人気旅行先、はい、国内どこなのかというと、うんうん、これね、金子さんは嬉しいと思います、はい、1位沖縄。やったこれ夏の沖縄って何かおすすめあります？やっぱもう海最高ですし、特に宮古島の海はすごく綺麗で、マリンスポーツも楽しめますし、やっぱ海といえばビーチ、バーベキュー。バーベキューね、はい、ビーチパーティーね。ビーチパーティー、ビーチパーティーやります。でね、福島の皆さん、はい、8月はね、福島よりも那覇の方が気温低いんですよ、はい、調べた。去年ね、一番高かったのは 36.9 度。手メモですいません、はい、沖縄は、はい、那覇は去年 33.8 度、はい、あ、しっかり手に書いて。福島の方が暑かった、はい、あ、じゃあ沖縄の方が、そう、秘書になるっていう過ごしやすいかもしれない。そういうことになりますね。では、はい、天気がどうなのかなんですけども、気になります。
これね、うん、ちょっとすいません、見解私変えました、はい、ずっとウルトラ猛暑ウルトラ猛暑と言っていて、確かに猛暑なんだけど、はい、梅雨と夏の境目がないんじゃないか。そうなんですか。はい、ちょっとこちらを見ていただきたいんですけれども、はい、これがね、上空の太平洋高気圧の勢力図なんですが、あさってから7月21日、うんうん、だいぶまあ北の方に張り出してきて、ね、暑くなりそうな気配なんですが、はい、見てください、7月下旬、あれ北への張り出しがなくなっちゃって、本当だ、マイナスになってる下ですね。で8月上旬もなんか張り出しきらないんですよ。本当だ。だからどんな風になるのかというと、はい、去年みたいになる。皆さん去年覚えてますかね、うん、VTR です。去年は7月下旬から8月上旬すっごく暑かった、はい、連日猛暑日になりました、うん、でもね、梅雨が明けなかったんです。発表がないってちょっと話題になりましたもんね。そうなんです。でこの日の3日後に何が起きたのかというと、こちら見ていただきたいと思います。そう、北方を中心にした大雨災害が発生しましたよね。ありました。山形から線状降水帯が南下して、うん、会津地方で大雨災害が発生いたしました。で去年は梅雨明け発表なしになったわけなんですが、はい、今年もね、梅雨と夏の境目がもしかしたら去年と同じようになくなってしまうかもしれない。なるほど。